もっけは、熊倉隆都氏による日本の漫画。2000年8月、アフタヌーンシーズン増刊ナンバー4サマーで、連載開始。アフタヌーンシーズン増刊がナン、no. バー14初等号で、休刊したため、2003年3月号より、月刊アフタヌーンに、各月で掲載され、2009年7月号に、完結した。単行本は、全休刊が刊行された。テレビアニメ化され、 2007年10月から2008年3月まで、目、テレ、ほかで放送された。タイトルの、モッケとは、モッケのこと。体質のせいで、モッケを身辺に招き寄せてしまう姉妹の、日常で起こる、様々な出来事を描く。基本的に一話読み切り形式の連作短編で、妖怪や自然との共存が、テーマの牧歌的な作品である。一風変わったその作風と物語作りの巧みさから、 好評を博し、上記のように長期にわたって連載が続いた。連載作品の舞台である神宝町は、作者の出身地である、栃木県の農村部であると言われている。なお、この漫画は、時系列がシャッフルされているため、次の話が、前の話の過去のエピソードを描いている場合がある。もっけが見える姉、ひばるしずると、もっけに疲れやすい妹、ひばる水星。 姉妹二人は得意な体質からもっけと共に呼び寄せてしまう。様々な事件を拝み合副業にしている祖父の助力と助言で乗り越えながら少しずつ成長していく。第六巻、八巻、九巻には番外編の短編、豆もっけが収録されている。基本的に登場する妖怪、怪異などがサブタイトルになっている。ただし本編中では 名前が言及されないこともある。うりおんり物流れずなのむしすだし、笑いやもくりこくりしろおり、みこしわたばたくだんのことひょなまずまじものいなばろ髪みわめけさらんぱさらん大まなこにら、三つ足がえる雷りがりとりかじゃたいそうな、つえよりもおしろくさん山うばかまいたちを守り、蛇の目うんが目比べおもかげばやしぬっぺっぽう。 手多い者の,の鉄砲ポがけ地蔵、影取り物見声隠れ座頭のブスま憧れ症状、狐窓の土の熟尾の土落とし日ので2007年10月より、目、テレ制作、東京 MX、ABC で、目、テレ自社制作深夜、アニメ枠放映作品としては、初のニクール放送となった。本作終了後、ABC では、約9ヶ月間ほど深夜アニメが、放送休止状態になった。 全9巻。各巻とも、初回特典として、ブックレットが封入されている。もっけ、その1もっけ、その2もっけ、その3もっけ、その4もっけ、その5もっけ、その陸もっけ、その嬉しもっけ、その8もっけ、その9レンタル版は、セル版と異なり各巻2話ずつ、収録の、全13巻となっており、未放送話2本は、最終巻に収録されている。ありがとうございます。